おや、マスター。どうしたんだい？得意点の調査かな？いや、僕なんかがもらっていいものかななんて考えちゃってね。贈るものに資格は不要だけど、贈られるものに資格は必要じゃないか。少なくとも僕にその資格は。うん、そうだね。これはこれでマスターに失礼だ。贈られるものが勝手に決めていいことじゃない。だからありがたく受け取ろう。とても光栄に思うよ、マスター。あとはそう、お返し、お返しだね。さて、どうしたものか。おっと、いけない。ひとまずチョコレートは受け取った。お返しは後日改めて。それでいいかな？うん、この贈り物にふさわしいお返しを。どうするべきか。贈り物はとても嬉しいけれど、自分が贈られる側にふさわしいかと問われれば、そうではないと答えるだろう。敬愛、礼儀、親愛の証。それに僕のような存在がふさわしいとはとても思えない。だがその一方で、いくら何でもそれは良くないと反論する自分もいる。サーヴァントとして召喚され、マスターと共に戦い勝利した。それは客観的に見るのであれば優れた功績だと思う。人類を守ることに貢献している以上、今の自分はこの贈り物を受け取るにふさわしい。そうは思えないな。そう考えるしかない。よし、少し前向きになったところで、改めてお返しを考えようと思う。食べ物は自分はあまり得意ではない。やめておこう。金銭、植物的すぎる。名誉、僕が与えられる名誉はない。ではそれ以外の、マスターの無事を祈るタリスマンのようなものは。すでにいろいろと持っていそうだしな。霊槍との相性もあるんじゃないか。メディアに頼めば相性の調整くらいはしてくれるかもしれないが。やめておこう。富も名誉も栄光も僕が与えるべきだとは思えない。そもそもいくら何でもチョコレートという親愛の贈り物にそういうのを返すのは、なんというか、むしろマスターにとって重荷になってしまいそうな気がする。いや、違うかな。他のサーヴァントでは重荷にならずとも、僕にとっては重荷になる。例えばマスターが僕のタリスマンの効果を信じて、でもそれがうまく発揮されなくて危機に陥ってしまう。そんな最悪な事態を想像するのだ、僕は。うん、やはり効果はない方がいい。最初から何もなければそういう期待もされないだろう。でもそうなると、僕は何を送ればいいのだろう。そして僕は考えて考えて、ひたすらに考えて。やあマスター、少しいいかい？うん、
バレンタインのお返し、ようやく決まったので渡したくてね。これだ、どうぞ。ああ、開けてしまって構わないよ。うん、いろいろと試行錯誤したけど編みぐるみにした。あらかじめ言っておくと、それには魔術的な効果はない。それはキャスタークラスの人に頼んで確認済みだ。糸も僕の持つあれではなく普通のものを使ったしね。君には魔術的な英雄的な何かよりも全く関係のない普通のものを送りたかったんだ。僕のエゴイズムだとは思うのだけどね。ありがとう。その気持ちだけで十分だよ。いつかその編みぐるみが君の元から離れて何かの拍子に消え失せてしまったとしても、それは悲しくはあっても悪いことではないのさ。より大事なものをすでに僕と君は交換し合ったのだから。うん、君の贈り物と僕の贈り物、その交換によって得られた思い、どちらも大切にするよ、僕は。ありがとう。うん、しかしまあこういうところが神器臭いぞお前とイアソンに言われるところかもな。おう、マスター、日差しが強くなってきたが大丈夫か。この水飲んどきな。いい元気だ。さすがに旅慣れてる感じだな。そんじゃまたぼちぼち進むか。時間に追われてるわけでもねえ。何か気になるものがあったら遠慮なく足を止めていいぞ。のんびり歩こうぜ。せっかくの二人旅なんだからよ。風通しはいいが、日差しが強いのは変わらんな。気をつけろよ。なに、もうすぐ日陰が多い場所にたどり着くはずだ。それまでの辛抱だぜ。日差しはマシになったが、さすがに歩きにくいな。俺は国を追放されて森で暮らしてた身だから慣れっこではあるが、マスターはどうだ。正直だな。だが確かに現代では森に入らぬ人間の方が多いのだろう。森には恵みもあるが、同じように危険もあるからな。わざわざ危険な森に入らずとも生きていけるのならば、それも大いにありだ。しかし俺は森暮らしのプロフェッショナルだぞ。任せとけ。どんな危険があっても俺と一緒にいりゃ大丈夫だぜ。安心してついてきな。おら、言った通りだろ。どんな敵が出てこようが任せときな。お前の道行きは必ず俺がこの腕で切り開いてやるからよ。よし、どんどん進め。もうそろそろ森も抜けるはずだ。さすがにこの山道はしんどいか。本当にきつくなったら言えよ。こいつはこないだもらったチョコレートのお返しなんだからよ。
最終的に喜んでもらうのが第一だ。辛い記憶ばかり残っても仕方がねえ。痩せ我慢でも大したもんだ。その体力と根性、さすがは俺のマスターだぜ。よし、最後の一踏ん張りだ。行こうぜマスター。おう、お疲れさん。シミュレーターで偶然見つけた場所だが、どうだ、最高のポイントだろう。見晴らしが良くて、広くて清々しくて、そして何よりいい風が吹いてる。そうかそうか、そいつは何よりだ。確かに俺がマスターをここに案内したのはチョコをもらったからだが、別にこの光景自体がお返しってわけじゃねえぞ。いや、その意味も含んではいるがな。正確にはこれはそのお返し本体を渡す前に必要な準備だ。なんで早速聞いちまうぜ。なあマスター、歩き回って腹減ってねえか。よっしゃ、最高のスパイスゲットだぜ。どうやら格言にもなっているようだからな、空腹は最高のスパイスだろ。そう、この景色をプレゼントしつつ同時にそれも収穫するのが今回の旅の目的だったのさ。じゃ、帰って早速飯にしよう。いつも以上に最高の料理、それこそがお返しのメインだぜ。心配すんな、下ごしらえは済ませてある。あとはちゃちゃっと仕上げるだけだ。行きは最高のスパイスの収穫のために歩いたが、さすがに帰りはもういいだろう。ここからはスピード勝負だ。俺に捕まりな、マスター。バーユの息子の本気、見せてやるぜ。最高のスパイスの準備ができた以上、今さらもったいつけたりはしねえさ。マスターがくれたチョコに対するお返しは、もちろん俺の最高の料理に決まってる。その第一弾の出来上がりだ。なーに、大丈夫だろう。最終的には俺も一緒に食うし。しかし、こんだけ手加減なしに全力で料理を作るのも随分久しぶりだな。なんだか懐かしいぜ。お、どうした？ほほう、アクチュームか。料理があって人がいて、アルジュナもいた気がする。へえ、俺が思い出してた記憶がマスターにも伝わったのかもしれねえな。そういうことってあるんだろう。俺は料理自体はしょっちゅう作ってたが、いつもこんなに豪勢に手加減なく作ってたわけじゃねえ。一番の機会はやっぱ家族関係だな。何かめでたいことがあった時とか、兄弟の誰かに特別に喜んでもらいたい時とか、そういう時にはこんな風にフルパワーで料理を作ってみんなで食いまくったもんだ。ま、一番量を食ってたのは俺なんだが、それをちっと思い出して
おっと、火にかけてた鍋があるんだった。まだまだ油断はできねえ。また後でな。これ食いながら第2弾を待っててくれ。お、マスターじゃねえか。ああ、どうした？そういや最近、どったんばったん騒がしいな。なんかあったか？おっと、なんだなんだ？甘い香り。ああ、チョコレート。ってことはあれか、例のバレンタインデーってやつか。おう、ちゃんとベオウルフあたりに聞いてっからな。知ってる知ってる。とにかくなんか渡しときゃいいんだろ。な、雑っぽい。雑で結構、本質つかんでりゃいいんだよ。しかしな、好みはサーバント、そして俺は戦うために生まれたようなもんだ。となるとさて、どうしたものか。よし、晩までにはどうにかする。ってわけで、ちっと待ってくれや。ああ、いい子にしてろよ。いやあ、マスター、まだ寝てねえか。そうかそうか、よしよし。そりゃそうだ。ってわけで、持ってきたぜ、温めた牛乳だ。で、ここにもらったチョコを割ってと、かき混ぜて。そら、ホットチョコレートだ。チョコの半分は今ここで俺が食わせてもらう。うわ、甘えなこれ。糖分の塊か。さてと、じゃあまあ、腹を据えて今日は一晩マスターに付き合ってやら。なんでもさ、遊びたいなら適当なところへ連れてってやるし、まあ悪い遊びは勘弁な。パールバティ様にガチ説教されそうだ。愚痴りたいなら付き合うさ。我が誇りにかけて誰にも絶対に言わねえ。ただだべりたいなら大いに歓迎だ。好きなもの、嫌いなもの、その他もろもろ、いつも俺たちに聞いてんだから、たまにはお前が答えろって話だ。そう嫌そうな顔するなよ。無理強いはしねえって。話したくないことがあれば言っておいてくれりゃいい。まあ要するにだ、こうやって向かい合ってただダラダラするのも悪くねえだろ。こいつはその潤滑油代わりだ。さて、何から話そうか。お前さん、ふるさとはどこだ？大抵のことは好きそうだが、嫌いなものはあるか？ああ、あるのか。そうかそうか。まあ人間ならそれが道理だ。で、何が嫌いなんだ？
なるほどな。いやいや、イメージとはちょっと違うが、そういうものが嫌いっつうのも悪かないさ。全てを受け入れることが善ってわけじゃねえ。だが己の嫌いが道理ではなく単純な感情であるなら、引っ込めるべき時は引っ込めておけ。我慢と忍耐だぜ。似合わないセリフだって面してんぞ。ほれほれ。さて、今日も一日戦うかねえと。これはパールバティ様、先日のご助言感謝いたします。おかげさまで喜んでいただけました。ぎだ、次は自分でお考えなさいですか。了解しました。次はパールバティ様に頼らず、なんとか自力で、ヒントとかいただければ。はい、自分で考えますので。